大機体のヒラマイクの近くで、はい、お店なんで収録ということなんですけど、酔ってんな顔。いやで僕全然飲めますよ。いける全然飲めます。飲めますやん。答え酔ってんなって聞いてる。酔ってます切れてる。酔ってます切れてる。すいません、今までのはデモンストレーションで本気出します。すいません、さっきのもデモンストレーションなんで本気出します。あーあーテンピーさん好き。ダンスの矢が落ちちゃうとこも可愛い。終わり結局すぐ来てるんですか。先はわざとなんで次本気出します。今まで黙ってたんですけど下の方ばっかり狙ってて、これわざとなんですよね。上の方を狙います。今まで黙ってたんですけども、テンピさんが全然真ん中に入れてくれないから、手抜いたんですけども、本気で真ん中狙いたいと思います。シングル上がりはありですか？ありじゃない。シングル上がりで喜んでるわ、あの人。なんか言ってる。なんか言ってる。シングル上がり出せるぞって言ってるんすか。ちょっと勝負は勝負ですよ。負けたわ。負けたわ。最終日ですね。最終日だね。若干の深酔いです。結構飲んだ？はい、飲まされました。ちょちょちょ。まあおそらく、うん、普通にめちゃくちゃ多いですね、これ。あ、多いんだ。200件じゃないかぐらいの、160ぐらいでもいるんですよ。いつもより多いの。多いです。やば。そんなとこまで行かないです。あ、ほんと。何が起こってんの？みんなバジキッズ。2台しかねえ。2台しかねえって。そうですね、まあこの3日間天然君と過ごしてやっぱり印象深かったことは、あの子多分考えて物を発さないタイプ。すごいバカにされてますよ。いやでも考えて物を発さないことは、うん、いい時もあって。いやそうよ、いやいい時しかないのよ。むしろたまにすごいいい発言してるんだ。今考えたか。今考えたか。大丈夫か今の。考えないとストレスたまんないです。あ、確かにそうだね。それはそうだわ。じゃあテンピさんと10日間コラボして思ったことは、うん、やっぱり兄貴、うん、つまんなすぎんな。この扇風機の風量に負けてるぐらいの声量や。テンピさん、うん、もしかしたらもう一人演者がいて、もしかしたら、ああ大丈夫大丈夫、いや、大丈夫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 
いいよ。お願いします。すいません。はい、おはようございます。てんてんです。ケビです。はい、ということで3日目ですね。最終日ということで、もうすごい時が経つのが早いんですけども、うん、まあ、今日抽選170名様、来たんですよね。うんうん、172だから。僕が28番、結構両番取れたんですよ、うん、で、僕が SE を取りました、っていうのも言ってるから、うん、まあこれ SE を、まあ、1枚のソーダートンラインをとりあえず2人で楽しんでいこうかなと思ってて、5キロ過ぎぐらいからね、空き台が出ると思うので、そしたらまあ別々に打つたりなんだりしていきたいなと思います。そうだね、だから私はあの後ろで見る、了解してください。見とく見とく、ありがとうございます。了解です。ビシビシツッコミお願いします。いやいやいや、そうツッコミ。じゃあ、最終日天天日、今日こそ、僕が活躍する日だと思いますので、皆さんご期待してください。では、行ってきます。イエイ。はい、ということで、てんてんですとてんぴーでーす。はい、やってまいりました。僕は台に座ってるんですけども、てんぴーさん座ってないです。はい、一枚見失礼したいと思います。いやカメラマンやんの久しぶりだわ。本当に違和感すごいですね。いやいや、いい違和感と圧がものすごいですけども楽しいよ。まあ、てんぴーさんがいるということは、まあ、2人分の力で頑張れるということで、そうね、リングスだと、うんうんうん、はい、多分ソードアートオンラインってあんまり、まあ、打ってない方もいると思うんですけども、うん、まあ、説明したいのがあのテーブル管理、うん、モードみたいなのがしっかりあって、うん、やっぱそこが絆2に似てる、めっちゃ似てるっていうのがやっぱ面白いですよね、うん、おもろい、めっちゃおもろい。で、あとすごい細かいんですよ、意外とこういうセリフとかでもモード示唆を行ってたり、うん、リールフラッシュの動きとかでもモード示唆、うん、テーブル示唆を行っているので、結構ね、やっぱ絆みたいにランプ矛盾とかそういう感じで見れるパターンが多いですよね。そうだね、まあ、さっきも冒頭で話したと思うんですけども、まあ、昨日、収録終えた後にテンピーさんと飲み行って、うん、まあ、ダーツとビリヤードをやったわけですよ。ああ、やりましたよね。やったやった、うん、マジで思ったのが、ああいう場所、ちょっとなんか薄暗いなんかチャラそうな場所、うん、テンピさんマジでシンクロしてるんですよね。もうその場に馴染みすぎてて、そんなことない。やばかったっすよマジ昨日。ほんまにクソチャラい見た目なんつうだろう、なんかもうお似合いすぎて。けど僕テンピさんに会ったら実際もうすごいいい人で、いやいやいや、何が伝えたいかよく分からなくなってきたんですけど。分からへんのかい。まあ、とりあえずすごい似合ってて。あ、本当？で、似合ってたよ。似合ってました、うん、まあ、っていうのが昨日ありまして、まあ、楽しすぎて僕、うん、どんどん飲んじゃったんですよ、うん、飲んでたね。どんどん飲んじゃってマジで帰ったら気持ち悪くなって、けど今もうレッドブルなので超元気です。なのでフリーズ引きます。話の脈絡下手すぎん。演者やめた方がいいですかね。いやいや、やれ。やりなさい。ちょっとなんか落ち込んできました。落ち込んできた。大丈夫やんた本当に。そんな。てんてん君は学生の頃は何やってたの、スポーツは。僕小学1年生から中学3年生まで野球やってて。あー、で高校は。高校は機械体操部です。機械体操部。はい。その機械体操ってやっぱり頭おかしいやつめちゃくちゃ多いんですよ。いやいや、それ語弊があるからやめときな。全国民にちょっと語弊があるわ。確かに、うん、でなんでおかしいの。なんか、まあ、もともとアクロバットがめちゃくちゃ好きだったんですけど、うん、なんかやっぱアクロバット好きな人とかそういうスケボーとか BMX とか危ない競技、うん、やっぱぶっ飛んでるんですよみんな。だからそうじゃなきゃ、やっぱ危ない技とかもできないですし。なるほどね。そう、なんか変わってる人が多いというか。そうで、そこからスケボーをやって、うん、でその後あの BMX、うんうん、自転車の競技なんですけども、まあ、それのプロを目指すってなって。
まあプロになれず、気づけばパチンコス。え？あ、多分短縮で CZ 天井ですね、これ。レイヤク何も引いてないでチャンスになったので、はい、366ゲーム、多分チャンスゾーン天井、投資が13本で一発目のチャンスゾーン行きたいと思います。緑いける、悪くないです。テミさん見ててください、僕のベルの引きのうまさを。ほんま？うわ、行くっすよ、行きましたよ、素晴らしい、ほらよし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 。まあだから打ったことない人に説明すると、うん、これがバジリスクチャンスみたいな感じです。いやいや、そうだね、そうですよね、うん、でここで当たって、まあ、バジリスクタイムみたいな入りますと、入ります。でこれは直棒じゃないので 25% じゃないですね。そうですよね、うん、シングル、知る知る、はい、ということでタッチ忘れずに。うわ、マジで？アスナあんま出ないですよね。出ない、一応構成 T さ弱と言われてるんですけども。マジ？結構一発目に出やすいとかないんかね。いや多分ないと思います。あ、ないんだ。でパーセンテージ見る限り、まあ、そんなに差はないんですけど、うんうん、あんま出るイメージないですね。まあユイの方がいいよね、もちろんユイの方がいいですね、うん、ということで、ここからボスバトルなんですけども、突破期待度が初戦 70% でしたっけ。 70% ぐらい、75か70ですよね、うん、確かよっ。うわ、うっそ、ちょっと待って、1.6 とか？そんな薄いんすか？ 81.6、15%、8ゲームが。で、そっから振り分けが、なんか 1.6、なんかちょっとそんなやったと思う。マジかよ。今日、点々うまいかもしれない。点々うまいかも。うまいかもしれないです。まあ、こっから結局 4.8 分の1をどれだけ早く引けるか。うん、やばい。もっともっと早くって言いました。あ、今日じゃん。今日っすよね。今日だったらクロッシング行くよ。行きますよね。うん、確かもっともっとは。え、マジ？ただ弱いですけどね、今のところ。弱いな。ヒースクリフでいいもんな。うわ、やば、うま、にごろっすよ、にごろ、にごろやね。えぐ、しょっぱな引いてく。で、これが、まあ、来た来たゾーンっていうんですかね、2回青7、あ、2回スイッチが保証されてるので、うん、どれだけ継続させれるか。2回目、こっからはもう分かんないです。キリトキリト、あ、まあ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 、AT いただきました。バイブさせよう。ないです。うわー、おい、マジかい。チャンスアップはないけども、下段で一角ですね、確か、うん、惜しい。あのオリジナルソングみたいなの聞きたかった。あのスロット書き下ろし限定、はい、戸松遥さん、アスナの声優ですよね。はい、戸松遥さんの、確かね、最近7月21日に、シングル曲発売されたんで、みんなね、買ってください。 It's a Sony。どっかの、ま、回しもんすか。いや、はいはい、好きなんで、はい、6つ持った状態で3戦目で、大体ここで負けちゃうんですよ。うん、そうだねっていうのありますよね、うん、この3戦目の壁。お、いいよ、いいです。ある、あるっすよね。よし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 、あと1個、あと1個仕留めよう。はい、 4.8 分の1のレバーオン。ある、いや、ある、ある、よし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 。まあキリトが出てきたら嬉しいけど、おそらくアスナ。あ、うわ、レベル0だ。じゃあ1段階アップの 50% 外した。まあでも継続しただけ OK です。そうだね、はい。あー、かわいい。ちょっと止めて、リール、リール止めて、透明化して、透明化して、あ、はい、ありがとう。ありがとう、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 ド変態じゃないですか。いや、ありがとう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 。ごめんなさい、僕も見たくなっちゃって。いや、本当にありがとう、素晴らしい。
あの4戦目の水着見たことありますよ。4戦目の水着あったかな。確か水着なんですよ4戦目になると。あ、ほんと。マジでやばいっす。マジ見せます。頼むよ。うわ、いや待って待って、超高スタート。うん、え、待って、超高やんなこれ。え、カズラちゃうよな。超高やんな。超高スやんな。俺この辺詳しくなくて。超高、うん、行こう。もう行こう行こう行こう。もう関係ない関係ない関係ない。そんな興奮抑えきられん。あー最高。超高、ここで強契約を。興奮抑えきれないオタクっす。水着見して、水着。水着見せますよ。もう一個削ってくれれば。うわ、うめえ。スイカ2個、よし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 。いけ。いや、押し通せ押し通せ、頼む。水着よし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 。水着か、何か。うわうわ、やばくないですかこれ。すごいね、これやばいっすよね。たわわじゃん。たわわ、たわわボディじゃん。ちょっとでもなんか、もうちょっと痩せててほしいなって気持ちあったんですけど。てめえ何言ってんだよ。てめえ、やばい、ガチ切れ。で、ここ勝ったらベッドなんですよ。あ、ベッドなんだ。ベッドなんですよ、多分。うわー、まあまあ仕方ない。はい、ということで1回目の IT 終了。はい、CZ 天井ですね、406ゲーム、投資が現金投資にもらって14本でございます。ってことはもうあれですよね、モード D のやつ。うん、一応設定差ありますよね。高設定ほど優遇。ね、うん、高設定優遇だ。優遇ですよね。ここ覚えてなかったわ。うん、 2.3% 設定6で薄っ。うん、じゃあ1000円だけ追加投資して14本です。素晴らしい。いや、要素はね、悪くないんですよね。いや、ない。まあまあまあ、おお、あ、マジで言ってんの？これって、うん、多分なんですけど、チャンス目引いたじゃないですか。うん、それで取ってるってことでいいんですかね。いや、俺、この辺解析出てないでしょ。出てないですよ。ないよね。たまにあるよね、これ。そう、でも経験上的には、うん、そのボーナス中で、強烈役引いて乗らなかった、うん、確定しなかった時になりがちなイメージはあるんです。確かにそう言われるとそうかもね。俺もあんま経験ないから、その、はい、のらレベルアップチャレンジ。のらレベルアップチャレンジ。うわ、うん、でかい。あっつ、それはでかい。あ、マジで言ってんの？赤 4.8分の1。いや、うっ、マジ、え？いや、多分ね、アップしないと思う。あ、上がんなかったっすよね。うん、アップしないと、薄いのよ、キリトに昇格させるのって、確か。なるほど。うん、いや、でも言ってるかもしれない。まあ、確率は全然ありますよね。全然ある、全然ある。アスナ以上は確定です。うん、いや、でもキリト来そうな気するな、なんか。いや、俺もそうします、そんな感じしますよね。うん、いきます。いや、アスナです。そうだよね。まあ嬉しいけども、か、平均が210来てる。いや、枚数はどうだろう、映ってます。あー、ギリギリか。うわ、マジで言ってんの？チャンスアップ、これはさすがにもらいました。よし、でかい。エクストラ、エクストラ来い。え、ちょ、おい、マジかよ、おい、これは…ちょちょちょ、やりすぎ、マジ。今だってただでさえ12個ぐらい持ってるんですよ、僕。え、ほんまに？エクストラ、ベルでも乗っちゃうよっつって。ベルでも乗るんすよね。乗る。うわ、マジ。いいっすか、行って。行こう。失礼します。何個欲しいっすか？え、マジリアル？リアル10。10
いきます。20ゲーム間ですね。10個乗っけたら昼飯おごってください。任せて。4つ乗るな。うわそう、それでこの曲聴きなかった。そうそう、友達遥さん熱い。よし、いいよ。リーヤクマジうめえ。これ10いくんじゃないですか。今8なんで。え、本当にうまい。よし、昼飯おごるわ。ありがとうございます。おごるおごる、そんな。ありがとうございます。いいもん見れてる。でかい。ただ昼ねえ。うわ、いやでもめっちゃ薄いっすよね昼の二刀流。薄い、めちゃくちゃ薄い。だから弱レア役で抽選しないからね昼捨てって。あ、そうなんですか。うん、え、見たことないっす。ユイの心、マジっすか。え、待って、これ何、これフェアリーハート、フェアリーハート、妖精の心、妖精の心、妖精の心。ユイの心はユイのことですね。ユイの心やもんな。とりあえず押してみます。うんうん、行こう。爆乗せとか。え、待って。え、待って待って、怖い怖い怖い。怖いうお、あれっすね、だ爆乗せ系か二刀流じゃないですか。二刀流だね。やべえ、昼から取りました二刀流。頼む、これ取ったらマジでかいっすよ。でかいね。いきます。いけるいけるいける。あと2ゲーム。いやー、テミさんレバーをお願いします。任して、これ愛でいくわ。お願いします、愛で、愛でお願いします。ある、ある、頼むよ。ある、いきます。うわ、申し訳ねえ。大きいです大きいです大きいです、うん、20個持ってるね。ただタイトル見れたことにちょっと感動を覚えてる。あれやばかったっすね、うん、フェアリーハート、フェアリーハート。では天美さん、水着へ行きましょう。頼んだぜ相棒。もう一人の僕やべえ、呼びかけた、危ねえ危ねえ危ねえ本当に。まあ18分あるんでさすがに大丈夫だと思います。よし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 、残り9個。わあ、いい。あ、なんか水着いきます。頼む頼む。あらららエッチ。そんな純白な水着似合わんよマジで。うわぁ、あの紐になりたい。いや紐に、上か下どっちの紐がいいっすか。下の紐っすか。あーあー、いいね。多分上にもあるんすよ紐。あるね多分ね。上にもあると思うんすよ、映ってないけど。右の太もも。こっちの紐っすか。うん、右の太もも隠れてる方、隠れ、あのリールで隠れてる方。あ、こっちあ、そっちそっちになりたい。じゃあ僕あのこの後ろのこの止めるところでいいですか。終わり。タバコ吸っていいですか。もちろん。悔しすぎる、待って、超悔しい。今めっちゃ来た悔しいポイント。はい、じゃあてんてんくんがタバコに行ってる間に、私すいませんので、ちょっと代行でちょっとだけ通常時回しとくわ。ただチャンスゾーンは帰ってくるまで一発ぐらい決めときたいな。52ゲーム持ちコイン。絶対無理や。で、さっきなんですけど、CZ 終了時のボイスモード C 以上出とったんで、もしかしたらボーナス来るかも。で、そうじゃなかったら C なんで初期ポイントが結構多く、内部的に溜まってることが多いんで、クッキングのチャンスでもある。
た来た来た、これを成功させよう。いや怖いな、ちょっと絶対いく、任せろ。よし、てんてんくんが行ってる間に、おかえり。てみさん、ありがとうございます。やっと来ましたよ、先生。しかも軽くないですか、俺がタバコ行ってる間で2回もチャンス2回やってんで、ボイスが C 以上やったよね。あで、まあクッキン来ると思ったらほんまに来たから、設定良さげ。いや、良さそうっすよね。マジ良さそう。いや、やっぱ2人の共闘強いな。いや、強い僕もあんなにリアク引けないですもん、普段。マジだから多分後ろでテンピーさんが送ってくれてるんですよ、パワー。愛をね。愛ですね、愛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 。え、それはソードアートオンラインに対する愛なのか、僕に対する愛なのか、どっち？ SAO です。呪います。メインヘラス、テンピーさん、愛知に帰っても僕、イキリを飛ばすんで。あかんで、でも俺、兵庫な。あ、兵庫引き弱くなりますね。やめて、僕のこと嫌いって言うんだったら。さあ、3分の3でいきます。3回目の SAO。 いやー、むずいなー。まあでも意外と474枚でしっかりプラスになってきてるので、確かに OK です。 OK。Now this just in, police officers in Lancaster, Pennsylvania were asking people to be on the lookout for a man who robbed the store. And I think, yeah, I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. Okay, this is the guy they wanted people in Pennsylvania to be out on the lookout for. He's got, he's got a nose and some hair that goes like that, and he was wearing a hat at the time of this particular crime. He's got kind of a chin that comes down to almost a point. よいしょっと。あ、天秤殿。お久しぶりじゃないですか。あ、こんにちは。あれ、なんか噂で聞いたんですけども、あんまり僕のことを好きじゃないみたいな。いや、好きじゃないっていうか、むずい。あ、難しい。うん、ごめんなさいね。天秤殿にお土産持ってきました。え、もう飲んないんだけど。はい、シルちゃん、シルちゃんあげる。あ、シルちゃん、シルちゃん。これなんでシルちゃんなの。え、シルバニアのシルですよシルちゃん、ほんまにあった、ほんまに。シルちゃん助けて、シルちゃん、シルちゃん助けて、頼む。シルちゃん、シルちゃん喋るんで。喋るん、シルちゃん。喋りますよ。マジ。いや、ちょ、パチンコ屋さんだと聞こえないぞ。あんま声ちっちゃいね。あ、嘘。ちょ近づけるね、マイク、はい、大丈夫だよ、ピンピン。シル、なんか聞こえました、喋ってました、なんか。うん、なんかその多分シルちゃんも考えずに喋る人やまあそうっすね、僕と仲がいいってことは、まあ、性格も似てると思うので、多分そんな雰囲気、一撃で刺した。あ、そうなんや、かわいい。仕方ないな、やっぱテンピーさんとは友達になっちゃったから見せちゃおうかな。 なったっけ。シルちゃんの裸、最弱最弱裸体です、裸体天秤ども裸体ですよやばいって。130ゲームぐらい一発目の CZ でいただきました、ボーナス。 OK、 いいよ。天秤ども、ここで入れますよ、応援よろしくお願いします。トイレ行ってくるわ。あ本当に今ごめんなさい、今どっちの自分も出てきちゃいました今脅威が。あ、まだ、でもまだあれやろ、ちょっと行ってくるわ。はいはい、なんでそんな笑ってんすか。さてと、テンピー殿がいない間にかっこいい姿見せちゃおうかな。
いやでも本当に申し訳ないですね、テンピーさんには。僕やっぱコラボレーションガチュレーションになると、ちょっとね、うまく喋れなくなっちゃうんですよね。でなので、まあ残りあと 1,2 時間ぐらいしかないと思うので、そこで全力の僕の姿というものを見せてあげたいなと思います。待って、めちゃくちゃストレス、ね、めちゃくちゃストレスなんだけども初回ボスバトルスルーの恩恵として3スルー以内で AT 当選、いや ボーナス当選ですね。いやちょっと待って、悔しいんだけど。あれ、スルー。お、テンピー殿すいませんね。やっぱりテンピー殿の力がなかったら無理だっていうことは分かったんですよね。初回ボスバトルスルーしました。仕方ないね。はい、84ゲーム、1回目のチャンスゾーンでございます。緑、いや強いな強いな、強いですよね。本当にあるんじゃない。いやこれマジあると思うんですよね。なあ、やっぱアスナ一択で行った方がいいですか。いやいや全然任せるよ。じゃあシリカ殿がいい。すごいね。ベロどうなってんの。えなんか当たりそうな気がする。あ、いやこれはさ、行きますよね。シルですよね。下どないなっと。かわいい。もう歩けないんですか、シリカ殿。歩け歩け。ほんまに。あー、かわいい。シリカちゃんのどこが好きなの。え、ロリ。ロリっぽいところ。他はない。なんでやねん。86ゲーム、速攻で取り返しました。ボーナスです。ちょっと買いましたけどね。でシンプルです。なんなんこのクソガキたち、マジでねえよ。うぞ。シリカはシリカ。シリカ殿かわいいですよね。、はい。2回目の CZ からいただきましたボーナスです。2回連続、初戦ボスバトル失敗してるので次こそは逃しませんよ。テンピの何このおなごどなたですか。これはあの五等分の花嫁のニノちゃん、ね、それテンピの好きな人ですか。いや俺が好きな人。あ、テンピ殿。俺が好きな人。テンピ殿が好きな人。そうダメよ。だからそんななんかディフフみたいな、あ、ちょっと可愛いなとか思って、僕も奪いたいなとか思ったりしちゃったり。テンピ殿なんか卑猥なシールつけてるんです。みんなに言っちゃおうかな。これは FR2 ってブランドなんで。おっぱいのカップ数のことですか。ちょっと待って、やっぱテンテン君と違って語彙力ちょっと上がんねん。な、ちょっと上がん、うん、おっぱいのカップ数のことですか。うん、違うわ。FR2 ってどういうことや。FR2 カップ。おっぱいで2個あるじゃないですか。だから2ってそういう意味の2なのかな。ね、F と R で F と R で2想像力エグ。左を、おい、ちゃんとせえ。汗リス汗リス。まあまあこれで尺取れたんで OK です。あ、本当です。一応ネタとしてこれ、いや、ワンチャンこれゆいちゃん、うん、わー、なるほどね。復活です。あー、素晴らしい。いや、すごいいいっすね、やっぱり。はい、ボーナスです。3回連続スルーしてますよ。ちょっとエピソードとか来てもいいんじゃないですか。シングルディス。いや、でもエピソードが弱いよね、ちょっと。ないっすね、設定意識するなら。うん、うわー、ナイスー。やってに、え、やば、箱残し、ちょっとものすごい真顔、やば、普通に強いよ。弱中でいく。しかも私8個も残してるんですよね。
数一致目も決めていくんですよね。これは上位エイティいただいたのではないでしょうか。おほっと考えるのが早すぎですね。まずは7戦突破を目標にしていきたいと思います。いや俺突っ込むし俺突っ込むからさ、ちょうだいターン、ごめんなさい、あターンちょうだい、ターンちょうだい、すいません、あの一人で選ぶってしまったんですけど、天秤殿これが最後のエイティになるかもしれないので頑張りましょうね。そうだね、頑張ろう、ほんまに頑張ろう。まずはキャラのせい 50% です。入れよ、いや読み、やばい、愛が通じたか読みにすあうわ50、マジでか、50 30 34 5 6 7です、8です、いやさっきと一緒です、210やんで、まあ、多分平均、あかわいい、テンピードのシルちゃん温めてもらっていいですか。シルちゃん温める、あのシルちゃん10連タイプなんですあの人のぬくもり感じると引きが強くなるっていうあの10連タイプ、あそうなの、はい、なのであの持っててくださいです。オッケー、いざという時にそのシルちゃん使えば多分大丈夫です。温めてるよそれアイブって言うんですそれそういうのアイブもうほんとテンピーさんったら変態なんですからねいや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 、そんな嫌いなことやってもダメですよ温めてってまだその服を脱がせないっていうのが変態15個持った状態で2セット目、これはさすがに大丈夫ですよね。うん大丈夫だと思う、任せてくださいです。あシルバニアレバーオンって言ってください。シルバニアレバーオン、ちょっともう赤か、もう赤か、テンピードのあの多分懐いてないですよね。 あポケモンバッジみたいなバッジいるのそれ。いや懐かすって多分人見知りしちゃってるんで僕がやるといきます。え本当、シルバニアレバーオン、普通に動画的におもろいとこやったのにアスナは外さないと思ってた。全然、ほんまに。お前は逆さまのキーだ。始末に。かわいそう。びっくりしたです。シルバニアレバン。シルちゃん。シルちゃん。よし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 。お前は逆さまのキーにした甲斐があった。頑張ったらシルちゃん。シルちゃん頑張ってくれました。力尽きたかのように横向きにやばい、嫁ちゃんは使いますか。私の本当の嫁です。嫁レバオンいやまだ大丈夫です、まだ嫁は力残ってます。おやばい、嫁さえも力尽きた。あれ使うか、第3の浮気相手ブラックマジシャンガールお願いします。フルカスタムや、おいブラマジか、やばい、ブラマジじゃん、ブラマジ、うわー来たー、緑、 あ、びっくりした、え、今のユイカットインあんまり見たことない、俺もないな、あんまり、そうですよね、いや、マジ大変です、ラスト1個しかなかったです、あぶねー、で、これで緑スタートなので、キリトいきます。なんかユイちゃんが出たからキリトさん出てくるとかないですかマジで濃い、いいやつアスラダメじゃん、いやいや全然 OK よ、いきます、1 2 3 4 5、うわでかい、6頼む、耐える、7、よし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 、テンピなの、テンピ、あっかわいい
憑依しましたね、今憑依したってリルハよけして、リルハよけして、あ、ちょっとあー、もう勝った、あー、テビドの、さらに水着の次、僕見たことないです。ちょっと、見ましょう、一緒に見ましょう、一緒に見よう、せーの、失礼します。うおえ、うわ、お医者さんです、熱出るぞこんなもうちょっとごめんなさい、今からなんか氷とか準備してもらっていいですか。いやいやいや、持ってくるわ僕も病気になりたい、いやいや、これやば、全部ですあら、これはダメだ、ちょっとアスラだとそんな変態なのは僕知りませんでしたよあー、4つです。いやー、ここ乗り切ったら全然違う、いや本当そうですよね、マジ全然違う、マジでお願いします、誰ですかあなた、スカルリーバーさん、リーパーですね、お願いします、いきます、オッケー、うわー待って、久々に来たわ、こういや俺もだわ、行かないですよね、あんまり行かん、行け、マジ頼む、強スイッチ、うわマジでっけー、でかい、でかいっすよね、いけるいけるいける、集中、うわうそやろマジテンピードの教育、いや全然いいよ、いい子か、落ち着いて、いや大丈夫、いきますね、テンピードの見頃で強スイッチ、安いって、いやでもゲー安いって、いやでもこれ大切な場面だったんで、いやまあそうよ、いやでも2個削ったんで、うん、いけるかも、あ、以上、一応青です、あ、そうな、これいったんやない、これはいきましたよ、さすがに、いやよし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 、いったです、まあ、あとはかやば来た、いや来ました来ました、本日一番の見せ場、ヒースクリフ、いやでも3つしかないんですよね、私、さあテンピードも5個しかないんですけども、いけるいけるいける、マジ一発強チリとか強力引いてくれれば、そうそうそう、全然違う、お願いします、僕はキリト、僕はキリト、テンピンさんはアスナ、よし、え、え、嘘、嘘、え、え、アスナ、イギリス、まだある、まだあるっす、まだある、まだ3ゲーム、まだある、あ、うわ、マジで言ってんの、マジで言ってんの、マジっすよ、マジで書き換えるん、ここで、いや、マジ強霊薬だったら、いや弱だけどもどう言って、お願い、引いてる、弱チリ引いてる、復活あるよ、ちょっと一旦待って、ナイスモード、うわうわー、やってる、やってんなそれ、やってる、いやー悔しい、なんか今日悔しいのすごい多い、あーマジ1個で、1個だけでも、1個だけでもでかいです、でこれもう1回できます、お願いします、マジ決めます、決めます、すげえ、いけ、あ、いや、いけるやろ、うやば終わんない、これはやばいやんやばテンピーさん、これ大変なことになってきたです、ヒル
2回目まさかあなたに2回会えるとは思いませんでした。テンピーさん、僕キリト3対1ですよ、勝てると思ってるんですか。誰もいないんや、シルちゃんとか、シルちゃんとかブラマジカールとか誰もいないんや、全員死んでます。やば。本気を出してもダメなのか。ラスト1ゲームあります。テンピーさんの気持ちも僕の気持ちも全ての込めたレバーを、いやっ、むずいわ。リアク、うわうわ、セロ。マジ怖すぎる。いやマジ強リアク、スイカ、いや、スイカだ。うわー、テンピー殿、え、復活とかないんですか。とりあえず2177枚です。うん、いや終わったです。うわ、まあでもあの想像以上に出てくれました。確かに出た。で時間的にもテンピーさん帰る時間的にもちょうどいいかなって感じなので、申し訳ない。いい、でも勝ちなんでも何でもいいっすよ。勝ちだね。一旦じゃあ実戦はここで終了で、エンディングどうぞ。はい、ということで、実戦終了して、天秤さんがもう新幹線ビュンビュン行かなきゃいけないということで、すいません、ごめんなさい、キモータのままなんですけど。ああ、キモータのままだけど、どういうこと、キモータってこと、キモータってこと、キモータってこと、バレました。あのまあ楽しかったですね、本当3日間。いや、めちゃくちゃ本当にありがとうございました。本当にもうこの3日間のね、日程を組んでいただいた。プレストさんに、はい、もう感謝でしかないですね。本当にそうでございますよ。また、カミングスーンある？いや、ワンチャン、新しいバジリスクの噂が、なるほど、あるので、そのタイミングでまあ呼んでいただけたら嬉しいんじゃないかなと。確かに私もそれは本当に切に願いますので、はい、プレートさん、よろしくお願いいたします。ということでですね、収支の方は、後でテロップで打つので、私もテンビーさんは急いで、どこか、どこでしたっけ、どこか覚えてないんですけども、はい、兵庫県、兵庫ですね、あ、兵庫県、はい、こちらの方に向かっていただいて、はい、ありがとうございました、3日間、ありがとうございました。また普通にもうエーペックスとかするもんね。あ、したい。そうだよね、だってサブちゃんかなんかでされてはるもんね。やってますもんね。それにまあ私出演するかもしれない。あ、本当にお願いします。だよね、ということでね、やりましょう。私事ではございますけれども、テンピーチャンネルという YouTube やってますので、テンピーチャンネルとよろしくお願いいたします。お願いします。はい、以上、テンテンとテンピーでした。ありがとうございました。ニコロで無限、今言おう。オッケー、ありがとうございます。はい、ということで、天秤さん帰られて、出玉紹介、したいと思うんですけども、本日8月の27日プレスの平間店さんの、出玉状況、こちらまず紹介したのはカマネリですね。前代で9台あるんですけども、キントロー、レインボーキントロー、角にレインボー、どっちかが金と、キリン出てますね。だからもう、9台中6台、確定出てます。すごすぎるっていうのと、テンピーさんのね、あの将来系があるおかげか信用にもね、すごいいいグラフばっかりなんですよね。ものすごい強いです。で、こちらバジリスク絆2 2台しかないんですけども、両方とも4、5、6で、左が、小瀬5って言ってましたね。で、右が、246出て4は6です。すごい、ね、これ僕が前回打った乃木坂、これもめちゃくちゃ綺麗ですね。今嫌いになってるんですけども、あとここのラブキューレも、ラブキューレもいいグラフ描いてます。でこちらバイオベンデッタですね。うわ、やば、5000枚出てる。でここの戦国バサラも今5700枚。でソードアートオンラインが、僕が打ったのがこれ、いやこれ多分あると思うんだけどね、このソードアートオンライン。はい、でこうベンデッタね2300枚出てるのと、このベンデッタが、キリン出てます5、6。
ここ五分すね4600枚入れてますね。でここの銭形も6000枚入れてる。でここのカラクリサーカス7300枚。バイオ R2 ね、絆の横のバイオ R2 も3000枚ぐらい出てます。はい、といった感じで2回は以上です。本当にねやばいやばいぐらい出てます。じゃあジャグラーマイン5ここいいっすね。37の19、ここもアイムいいっすね。33の23、34の32、24の30、27の17、34の20、ここもいいっすね。24の28、こちらファンキーですね。ここいいっすね。26の27と26の16、39の14。はい、といった感じでジャグラーコーナー以上になります。すごいよ、本当にすごい本当にすごかったということで、天秤さんとの、3日間コラボ終了しました。もうヘトヘトなので、帰ってビール飲んで、余韻に浸りたいと思います以上、てんてん B でした。ありがとうございました。